いやまあなんか霊感ヒットしたらそこを調べる感じでいきましょうか。もうなんか来てます？来てます。マジか、ここか。これは来ちゃダメだわ。あらまあ、まあ結果張るぞ今から。あらまあ、現在何を感じるとかありますか？いや、腹の底が痛いな。そんな分離ないはず。まっすぐまっすぐ展望台表示できるか。ここで終了なのかな。いいぞ、ここからも行くところ。まあ、行こう。この辺りを登るところがあるはず。やった。ここだ。ここだ。まあ今回ね、そのここ来たのはね、クラ。多分もう動画になってるであろう視聴者さんのね、取り付いた幽霊さんがここで取り付かれたであろうという場所ということでね、一回チラ見してみようということで来たわけですが、うん、はい、さあかっちゃん、今のここのご感想は？やばい。5人ぐらいのグループで来たとしましょう。その子たちが取り憑かれる可能性は十分ある。十分あるな。これはやばいぞお前、ここ。なんかまあ展望台もあって普通に遠足にも来るいいとこって言っとったけど遠足はどこ行くんだこれ。知らねえ。展望台の方行くのかな。というわけでまあ展望台行ってみようか。行こう。そうですね、展望台まで行ってみましょう。はい、こんばんは。霊視研究家の、ムイ&カッチャンネル。今日も、動画で今日は来ました。ここは福井。福井県。福井県の、知らん。何山だっけ。はい、今多分字幕が出たので大丈夫です。はい。今回ね、はい。今日はね、ある事情で一応福井まで来て、そこで視聴者さんとちょっといろいろお話しして、おすすめ場所を紹介していただきました。はい、本当にニコヒマワリさんありがとうございます。今からその紹介してもらったニコヒマワリさんの、おすすめスポット、はい、多分おすすめ多分ここだと思ってます。僕も分かりません、はい、だけどものすごい気が感じてます。だいぶ古くからなんていうの、名前の通ってる心霊スポットらしいので、ちょっと気を引き締めて。ここ遊び半分で来るような場所ではないです、皆さん。だからダメです、遊びがあったら真剣にやります。はい、というわけでいきましょう。気を引き締めていきましょう。さっきからね、あのね、ものすごいもうパッチンパッチン音がしてます。はい、これですね。はっきり言って今怖いです、僕も。そんな厄介な子たちがいっぱいいそうですか。これ厄介だな、俺どうしようかな。行こうか。よし、行こう。行きましょう。いやだな、俺このこういう感じは。確かに最近ダイヤル緩くなったなって感じてる、それ。年やな。はい、またパツッパツッという音がしております。これ突き進むのか。いや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 、どれぐらいやばいですよ正直。今、こうやって階段がなってます。はい、ここに一本でかい木が立ってます。あ、こっちかね。こういうふうに今これね、階段がね、今ね、こういうふうに、ね、カーブしていってるんですよ。はい、
で、ここに一本木があるんですよ。こういうふうにね。これ階段です。で、僕ら今ここにいます。はい。こういうふうにいます。ね。見ると分かるように、あれ、ちゃんとね。この通りにあります。そして今ここに、こういうふうに、ちょっと太った方かな。こんな感じで僕らを睨みつけてます。あ、敵意マシマシな感じですか。マシマシでこんな感じで今います。ちょっと待ってね。見える方は見てください。では行きましょう。怖えなこれ。思った以上に怖えな。まあ視聴者さんに4体合計取り付いてたんでしたっけ。そうだね、2体は取ったんだのうち、はい、2体は2体は無害だと判断してそのまま残して、2体はかっちゃんが回収っていう形にしたんだけど、1人に4体入るレベルの場所ではあるので、これはね本当に皆さん遊び半分でね来る場所じゃねえぞ。ここ軽い肝試しで行こうぜな心霊スポットではない。これ舐めてかかると一点目に合うぞ、こんなもん。当たり前だわ、こんなもん。本当にここでいいんだろうな。展望台って言ってるから多分この辺だと思うんですけどね。だは。うわ、すげえな、ここオーブ、うん、ここ比較的写真の撮りやすいとかね。やっぱニコひまわりさんの年齢は伏せるけど、それのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの世代からって言ってたから、それだけの歴史ある場所ではありそうですか。あるな。はい、皆さん、またね説明させていただきます。今僕らは、展望台に上がってきてます。展望台のここ知らん、どうでもいい、ここに僕らがいます。こういうふうに、はいはい、います。これ、かっちゃん。はい。パチパチいってますね。なんか後ろになってますね。これ、ムイ。はい。ね。で、ここに、こんな風にね、椅子があるんですよ。こういう風に。ね。これ、椅子があります。こういう風に。はい。ね。ここにね、こういう風にね、座って腰掛けている人がいます。こういう風に。で、ここに立ってる変な人がいます。こういう、なんで立ってるかは分かりません。行儀が悪い。それも足だけです。おっと。上はありません。なぜか知らないですけど、こういう風になってます。ちょっと待ってね。意味分かるかな、これ。ちょうどそこの椅子で、そうです。奥側に人が座ってて、手前側に立ってる。はい。はい、こっち最強ですね。おっと、その座ってる方が最強でね、こっちもう完全に威嚇しとるね。こっちはいつでも襲うぞっていう感じですね。こっちも大将と先兵かな。やばいな、俺たちはっきり言ってやばいと思ってます。自分でも。女性ですか男性ですか、両方とも。これは女性の方ですね、全部とも。おお、敵マシマシ。ここよくこんなとこ来たな。これはいかんぜ。なんていうか、失礼します。では合掌。合掌できない、手が塞がってる。失礼します。失礼します。よこんなの来たなあいつら。はい、なんかどうです、ここはなんか登ってったらまずいな感とかありますか。いや俺もう動きたくねえな。はい、今ここにね、こういうふうにこんな感じで階段がこういうふうにあります。で、ここに柱があるんだよね。
柱の時にさっきおったいかついこんな感じかな、こうかこんな風に着物を着たような女性がこんな感じで今います。これが展望台の上、こんな感じかな、わかるかな俺、下手やけど今こんな感じでいます。めっちゃ怖いです、はい、僕は。なんていうかここ女性の霊が多いんですか、たっちゃんが見た感じ。そうでもない、女の人の声聞こえない、犬の吠えてる声しか聞こえんかったわ。来るなって言ったよな今。今来るなって言ったよ俺。わお。多分この上に登るなっていうことなんですかねきっと。わからん、急に寒い、急に寒い、上に登っていけん。さっきからよ、さっきじゃあ上向い先に登っていきましょうか。さあじゃあ行きましょう、はい、びっくりした。おう、よっしゃー。どうされました。手引っ張られた今。初めてやん、左で触られる。わ、景色が綺麗です。あら、いいところ。めっちゃいいじゃん。綺麗。うーわめっちゃ綺麗。なるほど、展望台って言われるだけの景色はあるな。しかし夜はとんでも急の心霊スポットか。誰も見に来れないじゃないか、ここ。いや、来ていいんじゃねえの、ここ。これ、本当に皆さん、心霊スポットなんですか？道中、やばいのはいるんでしょ？めっちゃ綺麗じゃないですか。まあ、霊感なかったらね、ただの夜景スポットなのかもしれないけれど。下の方が怖かったけどな、俺。この展望台よりかは速攻に来るまでの道のりの方が、展望台は別に。でもここで、ああ、が多いとか言ってましたね。いかがでしょう。死んでるな、本当に。なんでこった。あらまあ、そういうことか。よっこいしょ。どこにぶら下がってるとかあります？ほら、やっぱし声聞こえるよ。やっぱいいとこやね。いい山が見えるじゃん。へへへ。恋のハーモニー空を。シャッターが遅いで逃げられた。マジや。くそ。今、あそこに高級に柵があるんですね。高級にシャン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 。ちょっと柵見てみましょう。遅延がビョン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 って高級にこんな柵が。はい、ますここですな、はい、そこをこんな風にさっきの女性が威嚇するようにこっちをこういう風にふわ顔だけを覗かしてあそこにいました。こんな感じですね。顔だけでした。この下のところですな、あの鎖のところです。
これかぶってなんか筋肉マンみたいな。やべえなここすげえな、こう景色なんでも全方向にいいんだな。今ふと見てびっくりしたけど、ここ心霊スポットっていうのもすげえよな。綺麗だな。君の瞳は1万ボルト、地上に降りて最後の。本当に福井の町の真ん中にちょうど山があっていい感じの展望台ができた感じ。ああすげえ。なんか考えられて作られたような感じやな。そうですね、本当に。はあ。綺麗だ。心霊スポットでこんなに綺麗なとこってねえな。まあ、帰りにたまにね、ちょっと景色いいところみたいなのはあったかもしれないけど、こんな全方位はなかったですね。ここでもらってくるんやで、よほどひでえことやっとったんだろうな。そもは？まあ、あの4人中2人かっちゃんがもらった悪い子に関してはそうなんでしょうけど、残り2人は別に悪意ありで取り付いたわけではないのでは、そもそも違うの。すげえ騒いでるって言ってたでさ、二人がすごいうざいって言って今も喋ってんだけど、うん、あなたたちみたいに礼儀をわきまえた人たちとは違って、あの人たちはもう違うってたって、狂ってたって。ニコひまわりさん、そういうことです。はい、かなり暴れたみたいですね。走り回ったりこんなことをしちゃあかんすよ。さあ、思い当たる節があるのだろうか。多分あると思うわ。この人たちはこの記憶でしかないから。おー、まあここでね、ニコひまわりさんからいただいた大切な2体を話します。ここで返します僕は。あ、てっきり除霊したかと思ったらそうでもなかったんですね。しないよ。戻すよ。キャッチ&リリース。ちょっと待ってください、今から落とします。映像は何もなってない、焦点が合ってないとか、はい、今のところ本当。今1体抜けました。あと1体。シュー、下ちょっと下降ります。ゴーゴー、下に降りたいそうです。わがままやな、自分で行けばあかんやろ。あ、残り一人の方が、はい、ふぅ、よし、抜けました、全部抜けました、よし。ふぅ、偉いな。ああ、偉かった、持っとるの。ニコひまわりさんとこではな、普通に平常心を持ってたけど、結構きつかったっすよ。痩せ我慢ってダメだね。めっちゃ寒いね。なんか空気感違いますね。寒くなってきたね。うわ、これ展望台とは思えんな。おい、さっきの展望台とはちょっと真上なんですけど、展望台。あー、オーブとかいねえからさ。ああ、そんなに映るようなあれはない、うん。ただそれより凶悪なのが多いだけでは。いや、かなり取り付いとるから、だいぶ誰かみんな持ってっとるな。あの、遠足に来た子たちじゃないことを祈るよ、それは。あ、遠足に来た子たちじゃないことを祈るよ。いや、違うな。本当に心霊スポットとしていようが、だいたい17、18から20歳、25前後の
コンたちにだいぶついてっとるな。おっと、福井県民のピンチ。福井県民すげえな。まあ、変な話、今ね、こういって壁がこういう風になって、ここに雨が、水が流れる、はい、あって、ここに壁があります。で、ここに階段がこういう風にありますね。今こういう風にね、こういう風です。今こういう風にありますね。はい、はい、どうなんだろうな。カーボーがあって、ここに多分展望台のブロックがこういう風にあると思います、多分。はい、うん、ね、ここからね、なんだろうな、ここに木が生えてるんですけど、こういう風に葉っぱが、こういう風に葉っぱ生えてあります。はい、多分何だか知らないけど、ここでこういう風に長いスカートを履いて、ちょっと服がボロボロに破れて、足がこういう風になって、こんな感じで、多分こういう風な感じで釣ってんでしょうね。まさかのこの展望台でか。こういう風に今僕の目には見えてます。かわいそうに服がボロボロなんだよな。まだ若い子です。若いな、23、4かな。こういう風に見えてます今。嘘って言うしたら嘘でいいです、気にしません。ほら、今パシパシってたじゃん、落としたよね。そうですね、なんか鳴りましたね。鳴りましたね。これはカエルコールか。カエルコールか。うん、さっきからさ、探るなって、探らない探らないで。音が鳴ってんな。まあ、あんまり続きすぎても良くない感じなのかな、ここもまた。いいとこなんだけどな。そうですね、本当に展望台としての点数は100点ですよ、うん、展望台としては皆さん寄ってください、本当にいいとこで。ただ暴れるのはやめましょう、本当に暴れるのだけは。福井県民の皆さん、本当に暴れない方がいいです、ここ。うん、みんなさ、本当にね、怖いからさ、怖さを紛らわすためによく暴れたりする人いるんですけど、暴れる場所じゃありません、ここは。楽しむとこです。せっかくいい場所なのに、もったいないですよ、これ。こんないい時期にさ、誰一人いないもん。かわいそうだよ、この展望台。あ、まだこちらにいらっしゃいますか。失礼いたしました。声が聞こえる、気持ち悪い。この階段が一番やばくね。この展望台に行くための最初の階段が、これやばくね。この階段のなんていうの、敷地だけで何人ぐらい幽霊います。いい子も悪い子も。いや、幽霊はおらないんですけど、はい、幽霊っていうか、まあ、こういうふうに今階段がこういうふうにあります。こういうふうにオーブがこういうふうにこのぐらいの感じで、めっちゃおる。こういうふうにいます今。うん、これは、うん、いい子も悪い子も、いい子も悪い子もって、もいい子も悪い子もねえな、これは。何、取り付く隙があれば全員取り付く感じなんですか。取り付く感じだな。おっと、へえ、すごい。全然穏やかじゃない。一般いなしで走っとったら俺らもいつかやられとるとかな。